皆さん、こんにちは。かいかいです。本日はね、えー、PlayStation 5の8月に想定されているイベントで、そこにおいて話されるソニー、話されるというか見せつけられる、えー、ソニーの余力、このイベントのマイクロソフトとの兼ね合い、で、イベントで公開されそうな内容、まあ、ゲーム内容とかですね、そういうものについて話していこうと思います。えー、まず、えー、この動画の大部分、こちらの記事をソースとして、えー、使っております。PlayStation Lifestyle さんのもので、 えっと、この記事のリンクは動画説明に置いておきますが、ここですね。えー、報告。えー、ソニーは非常に、非常にというか、かなり賢く、えー、PS5 の情報を8月のステートオブプレイイベントのために取っておいてある。えー、取っておいてある、こっちですね。取っておいてあるっていうふうに言っています。まあ、ノーアル爪は高、ちょっと待って。ノーアル高は、 爪を隠すとは言いますが、えー、まさにこのことかなと。要は、今、余力っていう部分に入っていくんですが、プレイステーション、6月のイベントで大部分の情報を出しまして、えー、これ以上はね、もうないだろうっていうふうに言われておりましたが、マイクロソフトのイベントに対応して、ソニーも新情報を出せるように、いくらかね、取っておいたらしいんですよ。で、これが、な,なぜこんなことが言われているのかっていうのをね、えー、下の方で。 この記事は、このツイッターユーザーのね、このトム・フィリップスさんっていう方をね、ソースとしています。トム・フィリップスさん曰く、Xbox のイベントが23日にあって、それが出た後に8月、新しいステートオブプレイにて、ソニーのね、それに対応するものを出すというふうに聞いています。 どういうものが出るのかっていうと、えー、ファーストパーティー、サードパーティー、両方ともね、えー、いろいろ予定していると。で、この8月のステートオブプレイイベントっていうのは、えー、このトムフィリップスさんだけではなく、他の方もね、えー、かなり言及しているものですので、可能性はね、かなり高いかと思います。Xbox の7月末のイベント、 に対応して何かしら新しい情報を出すっていうのもね、えー、マーケティング的にも非常に理にかなっておりますので、ス、え、テートオブプレイであるかどうかは別として、何かしらのイベントがあるのは間違いないと思いますが、こういうのを見てるとね、ステートオブプレイの可能性が高そうではあるなというふうに、えー、感じます。 でここでちょっとね、ソニーからマイクロソフトに話を移すんですが、えー、マイクロソフトにはね、えー、7月のイベントを頑張っていただきたいなと、えー、こういうところいろいろありますが、えー、マイクロソフトには、えー、7月の23日、おそらく日本時間24日ぐらいに、えー、イベントがあります。で、そこでは、今まで、えー、マイクロソフトのかつてのイベントでは、かなりサードパーティーばかりを公開してみました。 ししてきましたが、えー、ファーストパーティータイトルもここで公開するというふうにというかファーストパーティーメインでこのイベントでは公開するというふうに言われていますということはマイクロソフトまあ XBOX シリーズ X のポテンシャルをフルに解放したゲームっていうのをねやっと私たちは見ることができるのでまあ単純に ソニーと XBOX も SSD 重視か GPU 重視かっていうところのね、対比、ハードウェア的な対比っていうのも非常に気になるのと同時に、XBOX のハードウェアを完全に活用すれば、えー、どういうゲームを作ることができるのかっていうのもね、えー、非常に見るのが楽しみなところです。ただし、XBOX っていうのは今までかなり残念な、えー、経歴を持っ,てや持っておりますので、まあ、あまり期待はしていないというか、かなりね、どこ行っても、 Xbox に今まで期待してたんだけど、もう期待を裏切られすぎて、もうこれ以上期待はできないっていうふうなね、意見をよく聞きます。Xbox にはそれを取り返す勢いで、その期待値を取り戻す勢いでですね、今回はが、ま、頑張って、えー、いただきたいと思っております。というのも、Xbox がこのイベントでどれほど大きな情報を出すかが、その次の PlayStation のイベントで、えー、どれだけ情報が出てくるのかっていうのにかかってるんですよ。 この7月のイベントで XBOX が何も出さなかった場合、ソニーは新しい情報を出す理由が存在しません。XBOX が成功してこそソニーがえそれを上回る成果を上げてくれて、XBOX が台無しなイベントばっかりやるのであれば、ソニーは何も新しい情報を出す理由がないので、だからこそ XBOX にはねえ、ちょっと頑張ってほしいんですよね。ちょっと頑張ってくれないと困る。これはもう PlayStation のために。 それと、9月についても少し言及しましょう。あの、ソースの方はね、また後で話すんですが、8月のステイトオブプレイとは別に、9月の東京ゲームショーあたりの時期に、ソニーが何かしらね、また別のイベントをやるっていう風な情報が出てきております。まあ、東京ゲームショーで何かしらやるっていうのは、普通にありがちな話だと思うんで、そこでイベントやるのはね、全くおかしい話ではないと思いますが、 まだまだ話すの、話すことがあるのかっていうことですよね。話すことがなくてはイベントは成り立たないので、えー、その辺はどうなるでしょうか。で、なぜ9月のイベントについての言及が出てくるのかというと、えー、ここからイベントで公開されそうな、えー、8月のイベントで公開される可能性のあるゲームっていうのをね、話していくんですが、まず一つ目ね、えー、かなり期待値が高いサイレントヒル。はい。えー、サイレントヒルはコナミと、確か、 あのソニーがコナミからなんか利権を買い,買い取るか借りるかなんかして作るんじゃないかっていうふうにずっと言われてきておりましたがツイッターの方でねあのアステティックゲーマーっていう方がいてその方がホラーゲーのリークとかはねめちゃめちゃやっててその方がサイレントヒルは絶対にリブートされるぞっていうふうに言っていますで今年中にそれは発表されるで、まあ、特にいつ発表されるかっていうと8月か9月のイベントだろうっていうふうに言っているのが先ほど言った9月への言及です サイレントヒルっていうゲームはね、あの、ここの、この場合は多分小島監督がやることになるかと思う,思うんですが、確か、ノーマンリーダースさんとのコラボのタイトルで、えっと、デスストの前に予定していたやつでしたよねえ。それがなくなってしまってデスストに切り替わったというふうに聞いておりますが、ぜひとも出していただきたい。私はね、基本的にホラーゲーマーではあまりないんですよ。ですが、 あのデスストをね遊んだ後やっぱ小島監督のねゲームかなり面白かったなっていう風に感じて、えー、あの人がホラーゲを出すんだったらねそれはやるのもね面白そうだなという風に感じているのでぜひ、えー、とも出していただきたいでそのサイレントヒルに関する情報っていうのがもしかしたら8月のイベントで出るんじゃないかもういずれ出るのは間違いないそれが遅くなるのか早くなるのかだけの違いです で、もう一つ、もう一つっていうか、まだまだね、えー、出てきそうなゲームはあるんですが、えー、続いて話すのが、ゲリラゲームズの新作です。ゲリラゲームズには、えー、確か、まあ、フロムでいうところの A チーム、B チーム、あっちは確か、1チーム、2チーム、まあなんか、名前はどうでもいいんですけども、チームが2つ存在するんですよ。で、その、第1チームっていうのが現在、えー、ホライゾンの方に取り掛かっておりまして、取り組んでおりまして、その情報はすでに出てきました。で、サブチームの方が、 今、新作を頑張って作っているっていう風な話が、えー、出てきているというか、まあ、作っているでしょう。そのチームが何を作っているのかっていうだけの違いですね。おそらく、ソコムかキルゾーンの新作になるんじゃないかというふうに言われておりまして、えー、それの新しい情報っていうのが、この8月のイベントで出てくるんじゃないかというふうにも言われております。というか、期待されているという言い方の方が正確かな。で、ソコム、キルゾーン、両方ともね、シューター系ではありますけども、 なぜこのタイミングでシューター系のねゲームが出てくると思われているのかっていうと7月のマイクロソフトのイベントによるもので7月23日のマイクロソフトのイベントにおいて確実に Halo Infinite の情報が出てきますで PlayStation プ,プレイヤーにとってその Halo の情報っていうのは本当にどうでもいいことでどうせプレイできないからねえどうでもいいことなんですが現状をソニーとマイクロソフトそれぞれのプラットフォーム上のゲームっていうのを見てみるとマイクロソフトには 独占タイトルが少ないにせよ、ヘイローというフランチャイズがあって、ヘイローというフランチャイズは非常に大きいんですよね。マイクロソフトのコンソールは、ヘイローが大部分の重荷を背負っていると言っても過言じゃないと思います。もうもちろん全てではありませんけども、ヘイローはかなりね、大きな重みを持つものです。それとの対比をすると、ソニーにはたくさんの素晴らしいゲームが存在しますが、 ヘイローほど大きなファースト、えー、と FPS シューターっていうのはね確かないんですよでソニーがこれについてどう思ってるのかっていうのはね可能性はいろいろありますがソニーがヘイローに、えー、対極に位置するような被験しうるような FPS ゲームを欲しい場合ここで何かしらのね、えー、ゲリラの新作の FPS ゲームを出してくるんじゃなかろうかっていうふうに、えー、想定されてくるわけです 可能性があるゲーム、あといくつか紹介します。まあ、それほど時間はかけません。え、まずラスアスのオンライン版。これに関しては、まあ、まだ情報が出ていないっていう意味で可能性があると。それと同じでえ、アンチャーテッドの新作も可能性があるんじゃないかというふうに言われております。このアンチャーテッドの新作は、えどのスタジオが取りかかっているのかっていうのはね、まだわから、わからないっていうか、あの、サンディエゴにね、新しいスタジオをソニーが置いているっぽくて、 まだ確定じゃないんですけども、置いてるっぽくて、そのスタジオがね、アンジャーテッドの新作をやるんじゃないかっていうふうに言われております。ただ、そのサンディエゴスタジオの、えー、詳細っていうのがあまり出てき,たい出て,きていないので、そこはあまり語れません。で、ハリー・ポッターの新作についてもまだ情報が出て,きていい出てきていないので、それが出てくる可能性はあるんじゃないかと、えー、言えると思います。で、最後に話すのがエルデン・リング、えー。エルデン・リング。 出るる可能性あると思いますもうこれはね、XBOX のイベントで出る可能性も、ソニーのイベントで出る可能性もね、同じくらいあると思いますが、そのエルデンリングが、マイクロソフトに広告、何、広告独占権とでもいいのかな、えそういう感じのものをね、買われていて、結局、マイクロソフトの方に強く結びついて出るんじゃないかっていうふうに言われてるんですが、どこに、もいつまでたってもね、マイクロソフトのイベントでも出なかったんで、なんか、何、どっち側につくか迷ってるとかなんかね、 えー、ソニー、何くら替えでもするのかなまあ、エルデンリング、えー、近いうちに情報出るはずですが、まあ、これがね、えー、このエルデンリングに関する新情報っていうのが、ソニーのイベントで出る可能性も十分にあるかなと。ただ、マイクロソフトで出る方がね、まだ可能性高いんで、7月のイベントで、えー、何も公開されなければ、まあ、ソニーの方でね、出るんじゃないかっていうふうに期待できると思います。で、ステートオブプレイっていうイベント形式で公開されるっぽいですが、ステートオブプレイっていうのが基本的にね、 えー、ちっちゃい情報とかを大量に並べた後最後の最後でで、えー、大きなやつを1つ2つをっていう形式です最近のステートオブプレイは大きなゲーム1つに焦点を置いて、えー、そのゲームプレイを公開するっていう形式のものでしたが、えー、そのどちらの形式で来るのかはまだ未知数ですがこのリークが正しいと、えー、信じるならば。 その可能性があるゲームだけでも結構な本数があって私たちがまだね考えていないものもあるでしょうしまだトレーラーしか出ていないゲームのうちでゲームプレイが公開されるっていうこともね普通にあり得る話だと思いますっていうのを考えるとね意外と長いステートオブプレイになるのかもしれません時間とかによってはうちでもね配信できたらなと思いますのでまあ詳細はね追って話しますがもし配信するのであればぜひ顔を出していただけると嬉しいですというわけでえここまでで まあ、ソニーの8月9月あたりのイベントの話でした。ゴーストブッシマもそろそろ出ますね。非常に楽しみなところです。ゴーストブッシマ出たらね、あの別チャンネルの方でね、やりますので、気になる人はぜひ来てください。というわけで、えー、この辺で締めましょう。この動画楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。他の動画もたくさんありますし、いろいろなね、リンクが動画説明の方にありますので、気になる方はぜひポチっちゃってください。 というわけで、えー、今回はここまでご視聴ありがとうございましたバイバイ